ンタジア、僕たちがしっかりしないとね。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラノファンタジアやっていきましょう。ランプは起きてるかな。まだだよね。練習。はい、まずはいつもの通り集会です。爽やかな朝ね。こんな私がすごいわ。曲作りすごいわ。どう、よくできました。気合を入れてくぞ。行ってきます。出かけてくるけど、あとは頼むわね。ルーム。やっぱり先輩たちと練習したいな。ありがとう、助かった。というわけで、いろいろもらえます。星はもらえないんですね。今回のメインです。今回2つイベントが同時に入ってるんですよ。おまけにチャレンジクエストまである。豪華ですが。先生についてきてくださいな。どうしようかな。後日談。先生って大変だけど。やりがいのある。まあ後日談をちょっとやっていきましょう。金髪同盟。リンゴ V。 だったら。あ、はい。うん、やれやれ。今日はいいことあったから飲みたいな。しかし、チア。先生が良さについて、あのね、してるんだろうな、説明してるんだろうな。ねえねえ、
ふんふん。あのですね。でもですね。美晴です。萌田さんや勝月さんの担任教師です。はーい、皆さん席についてくださいの。よし、残りのお仕事も片付けちゃおう。先生でですね、これでエトアリア夏の一幕2021こちらですね、夏のイベントの前哨戦となります。収集クエストも一応あるんですよね。今日18日だから、全部見れるとは限らない。皆様、うん、やばいですね。おい。というわけで、そうですね。そういえば、頼むよ。はい。ああ、だるい。
うだな。とんでもないです。任せたよ。はい。そうだな。そうだね。だね。素晴らしいです。そういえばどうですか。そうだな。楽しそうだね。そうよ。おかしくはないよね。俺は好きだぞ。あはは。ゆうこじゃない。もうなぎか。ねえねえ、そうなんやけど、そやな。それなら、ほら、いやいや。いやいやって言ってるけど、これイエスクエ取ったのかな。なんでだよ。どうですか。なるほどね。うん、いや、うんうん、うひひ、えひひ、なんでだよ。ういひひ、しょうもな。おい、おお、ねえ、なんなん？さあ、4節です。
頼むよ。はい。あの、はい。とんでもないです。任せたよ。はい。まずは、はい。どうですか？だけど、あ、うぐい。いや、それなら、いえ。溶けるんだ。あはは。五節。ところで、ねえねえ、ちょ、特徴出しながら、多くのキャラ出す、各キャラを特徴出しながら多くのキャラ出すって結構難しいよな。そういえば全然バトルやってないですね。でおまけに 6節は解放できなかった。お、ここで収集クエストが出ます。あと3日しかないからな。乱戦もありますがね。前半だけ行ってみますか。この属性で、出発進行。長引きそうかな。みんなを守って。お願い、間に合う。
目が回復しやがるのか。無理しないでよ。やっちゃいますよ。まあ、やっちゃうんだけどね。一丁やりますか。気づいたかい？こっちからほとばしるオーラに。きっと大丈夫。ふわふわってもう大丈夫だよ。来た、アイディアが降りてきたぞ。きっとと、みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。いつでも準備いいよ。当然の結果っていうとこですよね。ちょっと頑張るゾイがレベルフルなんだな。じゃああんまり育成する効果はない。と頑張るゾイを別の人に交換しましょう。風属、炎属性ですね。みたいでちょっとワクワクするわね。うん、大丈夫だよね。ちょっと強化されてる。みんなを守って、守りもしっかりしなきゃ。これは痛いわよ。強いかも。壁役でもあるんですね。今は我慢の時だね。厳しいわね。行くよ。どうしちゃいます。こんなのどうってことない。人は吹かせてやるんだから。前の使い。私がやらなきゃ。私は足が速いから。えい、これも温泉の効能ね。正義の鉄槌を食らわせてやろう。負けないぜ。厳しいわね。行ってみよう。飛び込んじゃダメよ。石鹸は。あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしなきゃ。きれいにしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん、染み渡るわね。飲ませちゃったかしら。ん？なんだこれ。どうかな？聞いたかな？
気づいたかい？こっちからほとばしるオーラが。こんなのどうってことないわ。私だって。残念、こっちでした。ようやくラストウェーブ。ハラハラドキドキ。もう一息。よいしょ。くらいなさい。おお、駅に行こう。自身みんな大丈夫？どうかな？聞いたかな？お風呂に飛び込んじゃダメよ。石鹸は。あ！石鹸駅舎実はいないんだよな。私が手伝ってあげるわ。お願い、間に合って。見ててね。厳しいわね。守りもしっかりしなきゃ。お風呂に飛び込んじゃダメよ。石鹸は。こりゃまたきつそうなのが。まあ仕方ないですね。僕の力では朝飯前かな。上級です。緊張感持っとこう。オーバーしないですね、これでも。出発進行。さあ、行くよ。まだまだ。壁役。こんなのどうってことないわ。私も頑張るから。倒せない。いや。行くよ。いや。いや。これでどう？いや。思いっきり行くわよ。とりあえず最初は減らさないとね。アイディアが降りてきたぞ。まだまだだ。どうってことないわ。やばいかも。レッチアアップ。いくよ。こうなったらチアパワーで。強い。ディフェンダーもアップするんだ。いい、これはいいかも。気づいたかい？
ここに行きたい。カニが飛んでいく。これでどう？絶対に許さない。石鹸は？あ、タオルが？えい！始めるよ！えい！ちょっとやばかったですね。やったー。超級。彼女だっているんだ。張り切っていこう。強い。やばい。やっぱり死ぬよね。クリティカル、やっちゃって。ああ。私だって。気づいたかい？僕からほとばしるオーラに。誰も怪我させません。あゆち。舐めないで。厳しいわね。いや。ねえ、こっちでした。ようやく一体倒した。まだまだ。厳しいわね。アシスタントの経験を生かします。おお、タオルが。どうぞ皆さん、私を盾に。残り1体。これも温泉の効能ね。どんどんアップ。あ、タオルが。よし、いつでも行けるわよ。石鹸は。あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしなくちゃ。あなたは綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。キャリアさがアップしていい湯加減。うん、染み渡るわね。伸びてちょっとかしら。カスダウン。クリティカル。ようやく。させます。気づいたかい？僕からほとばしるこんなのどうってことないわ。やるしかないもん。一緒に頑張ろうね。こんなのどうってことないわ。くだいなさい。タオルが。こんなのどうってことないわ。なんかおかしいぞこれ。そうか、属性が違う。いけるいける、私に任せな。どう、私役に立った？役に立った。
かなりよ。早く良くなってね。大盤振る舞いで行くよ。やってみようか。見せてあげるよ。こんな感じかな。よーし、いっけ。強い。くるくるポッ。プロの仕事ってのを見せてあげるよ。タオルが、こんなのどうってことないわ。運命の賜物。これなら。まず一回倒しておきましょう。僕の力では朝飯前かな。あー、なんか属性が違うんだ。だから簡単にはいかないよね。遠足みたいでちょっとワクワクするわね。強そうです。こんなことでよければ、こういうこともできるのよ。そんなのどうってことないわ。行くよ。アシスタントの経験を生かします。私が手伝ってあげるわ。これになった。行くよ。まず一体倒す。まだまだ。レッチアアップ。いくよ。こんなことでよければ。こんなのどうってことないわ。どうってことないわ。こりゃまたきつそうなのが。気づいたかい。こっちからほとばしるオーラに。いやアイディアが出てこない。どうぞ皆さん私を盾に。負けないで。強いね。行きます。行くよ。倒しました。ワンフォーオールだね。ラスト行ってみましょう。ですね、本当に。こんなことでよければ。ごめんなさいね。ワンツーダウンアップ。
正義の鉄槌を食らわせてやろう。残念、こっちでした。私も頑張るから。どうぞ皆さん私を盾に。ほとばしるオーラに。さあショーの開幕だ。私の全力を絞り出します。これ146。レッツチアアップ。いくよ。やったー、勝った。クエスト20回クリアですね。ドキドキ召喚チケットは、この難しいクエストに挑戦できる。泣けると話題のこの本、本当にすごい、感動した。泣いてます。おはよう。要件は今のおすすめ。ツボが交渉成立。効果がツボ。数を見ていきましょう。サチハートあちこちは少ないからな。キララファンタジアを優先しよう。交渉成立。今457あります。30いるんですね。全部僧侶へ一個一個つぎ込みましょう。交渉成立。であと一応夏を一格を。こっちは今だけ。交換メディアしかまだ交換してもらえないんですね。今のおすすめ。お、なんか一つだけ交換してもらえるってことで。さあ何を選ぶかな。たくさんありますね、いいものが。椿行ってみよう。交渉成立。アイテムに変換されるんだ。まあしゃあないよな、もう椿持ってたっけ。アンハピー椿。しっかり練習すれば。すみま、ありがとう、助かった。10個。わずかに足りない。日に焼けやすいので。はい、ということでクエストですね。ドキドキエトアリア学園は、先生についてきてくださいな。私は五番裏の椿。先生、エトアリア夏の一幕2021を中心にやっていきました。収集クエストも次々やっていきましたね。次回はこちらのシナリオクエスト、収集クエストを、終わらせたいと思います。
よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。キラーファンタジア今まで遊んだ記録プレイリストに残しております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にこちらもアドレス記載してます。ぜひご覧ください。そしてツイッターのフォローもお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、キラーファンタジアをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。